お疲れ様、スラットです。今日スラはこちら、コカツちゃんやっていきます。さあ、こちらのコカツですね、なんと先日クラロワリーグにおいて世界最強と呼ばれるね、まあモハメドライトが使ってたコカツデッキですね。はい、もうこのデッキ使って一回も負けてなかったんですよ。そうってことは最強じゃねっていう、まあ彼が強いのはもちろんですが、デッキもね、ものすごい完成度高いんじゃないでしょうか。というわけでプリンセスとね、リトルプリンスが入ってる、コカツをやっていきます。まあその際ね、まあ優勝できなかったものの、まあ準優勝か、もうそれだけでも異次元なんですけど、日本のターさんというね、まあターっていうプレイヤーがね、準優勝になり、まあ1位のねライトはもう世界大会チケットを持ってますので、まあチケットを手に入れることができ、まあ今年のね世界大会が確定したっていう、まあ本当にねすごすぎる。日本人プレイヤーが世界大会に出ることすらもうマジですごいのに、それをもうねクララリーグの2ヶ月目でね、はい、確定させるっていう化け物です。はい、というね、まあそんな神試合もありましたので、まあ気になる方はアーカイブ多分残ってるかな、配信のチェックしてみてください。あ、終わった。いやで、これなんか見てたんですけど、何がうまいかってプリンセスの使い方がめっちゃんこうまかったです。はい、ちょっとそれ真似していきます。でここでコストとかダガが寝るところでバレル打ちます。基本的にプリンセスは端前って覚えた方がいいかもね。端前プリン以外やんないぐらいの気持ちで、まあ、あとはリトルプリンスめっちゃ攻めるやんっていうイメージあったな。よいしょ。なんかやっぱ枯渇ってね、こうブリンバレルでこうネチ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 削るみたいなデッキっちゃデッキですけど、そんなんじゃなかった。もうバレルいらないやんみたいな立ち回りしてた。でこれラバ来たら逆サイリトルプリンスナイトいきますその人がやってたんでね、世界最強がやってたんでやりますよ。まあババ来るか、みたいなね、まあ、やりすぎにも見えるが、やらやめ使ったね。まあ進化テスラでね守れるよねみたいな。でボイド、おい、いやここのパルスも強えな。進化テスラが壊れた時の1回のスタンで、ナイトによく、でもナイトの後ろによくリトルプリンセスを出してたイメージあるな。で単体バレルは当たり前に投げない、なぜなら弱いから。でもリトプリ出してまた警戒っすね。ボイドボイド打って、まあ、テスラあるしな。テスラでなんか基本的に全部守れるみたいな、このテスラいらないっすね。であとはまた端前プリン、いやこれがねなんかインチキなんだよな。え、左の方が入っとるやん、なんで、ええそんなことある、この状況で左が入るん。さあまあボーボーしとくか。でリトプリこの位置最強です。かつ、進化テスラも最強です。いやもう進化テスラ強すぎだろ。でこれ壊れた時のハイスタンね、はい壊れマジで壊れすぎてる。でプリンで削ってまあポイズンで勝つよみたいな。まあゴブリンバレル結構飛ばした回数少ないと思うんですけど、本当にダーガーが切れたら飛ばすぐらいの感覚で、基本的には端前プリンと端前ナイトリトプリかでしたね。まあリトルプリンスが残った時に端前ナイトを添えるイメージかな。基本的にプリンで削ります。はい、ゴブリンバレルなんなら試合中にほぼ1回も出さないみたいなシーンもねよくあったんですよね。バレルは飾り、いやこれクロスペーで、このデッキが勝てないのは多分クロスですね。クロスはね、まあ、勝てないんだろうなと思いながら、まあ、大会だとねクロスもいないんでね、刺さってはいた。なのでクロスが来るとまた話が変わる。
削れないっていうか守れるのむずっていう。はい、クロス守れんのよどうなんよっていう。まあ一旦対話したね。まあ基本プリンだけだね。LSP 系後ろから来てほしいな。でけえ正直この一発入んの。まあバレルこれ刺さんないんですよね結局スケとかで。アウト使ってくれるのありがたいか。まあガーディアン、えもう終わってるクロスボウの立ち回りいかつすぎんだ。はい、あーバレてました。ウッド使ったやん。いやそれ強っ。でこのガーディアンとかを、ガーディアンじゃねえこいつ誰、リトルプリンスか。結構残してたイメージあんな。ゴブリンまで行っちゃう。まあどうせウッドあるんでね、なんかウッドを持ってる相手に飛ばすのが間違ってるみたいな。ボンバイタッキ、いや耐えて、苦しいよ苦しいよ。エリアードが進化ですらちょっと強いか。いやガーディアンでいけ。いやこれでチャラにして、よえチャラどころか大幅プラスきた。いやこう見るとマジ走らないプリンってチートなんだよガチの。ウッドそれ使ったら終わりじゃね。いや進化出たら強いよいやコンプリンはみ出ねえな、マジやばいね。まあ守りゃいいんで、ポイズンあれば守れはする。いやーいいね。いや意外となんか頑張れてんの。もう俺8枚プリンでしかもう削れないんで、もうちょっと耐えますか。まあ相手が諦めてくれたら早いんですけど、めんどくさい試合してます。いやウッド削りがあります。私はおロケ削り来る。あのリトプリの前にね出したかったな本当は。まずいポイズンしてない、まあ、進化テスラあるからって思ったんだよないや進化テスラ強ハシマイプリンではあったが、まあ、体力勝ちなんで許してください。もう削る気ないです。引きこもって、いや熱い、意外と耐えたな。でプリンも気持ちいいで一発、さあほぼプリンセスで削ります。いや確定ダメですからね言っちゃえば。で相手にコストも咲かせられるし、まあ、クロス以外の、まあ、なんだろう、より大型に対しては強いな。ゴレとかラバとかジャイとか、なんかユニット出した瞬間の逆サイ端に出してしまえば相手はね形組みたいけど、いやーめんどくさいやーってなっちゃうんで対応しなきゃいけないんでね。もう一つ？うい。
強すぎるもん。行かれてはいる。さあこれでもうここまで行っちゃう。でまあさすがにガーディアンか。まあこれで馬場を削れてはいるんで、いやボイド来るよなと思ったんだよな。警戒しとけよかったか。今ここにアラーム来たらもうなんか結構苦しくなってね。モハメドライトこうやって戦ってたんやけどな。まあ多分ガーディアンがいらなかったかもな。うん、あの3コスなければもうちょっと楽に守れてたのかなみたいな。どうなんですかね。進化本のサイクルか。あ、じゃあそっか、あれか、3回に1回になったんですね進化ボンバー。いやこれダガーが回復前に行きたかった。いやプリンはやっぱ端前で使いたいんだよな。つって防衛で。いやナメつえーマジね。なんかさどう見てもさ、いやきつそうってなるけどラバにもやっぱ安定して勝ってんだよな。どうやって勝つの。こういうこと。やべ捨てちゃおうかな。いてボンバーやばくね。ボンバー強すぎん。そんなことあるっていうぐらい削れたな。メガゴが頭にくるのもちょっとやだな。めっちゃいいババ来てる。きつい。やなめボイドで終わっちまう。いやすげえな。なんかラバとさ本当に3回ぐらいやってたんですよ。その人世界大会で優勝した選手で。いやまあ惜しくはあったか。惜しくはあったな。あの右側捨てたの持ってなかったか。なんかね本当に端前プリンで端前プリンでみたいな。端前プリンとなんなんやろな。本当にその人が使ったら絶対負けないみたいなデッキでしたね。いきます。でガーディアンのどうかやね。行っちゃいたい自分もいたかみたいな。痛いね。まあでもこういう感じが理想か。
左側結構削れてる。まあ21プランかな。まあ1530守れれば楽ですけど、守れない可能性もあるんで。よいしょ。なんかリトルプリンスをね、やっぱ守りで使いたいやん。そんな攻めで使うんっていう感じにはなってたよ。うん、強っ。こいつ相変わらず強えな、おい。おい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 。何でも止まるやないかい。で、こういうとこは、あんま行ってるイメージなかったな。行くんかな？行かない。はい。基本的には端前プリン。もうこれちょっとうざそう。まあ左プリンで折ろうと思えば折れるっすね。ケツでもいいか。あと進化テスラも最強っすよね、正直。これ一回なんかスタンみたいな入んのがね強いんだよな。待って、いなくなってる。やばい。いや、耐えた。それ耐える未来あるんや。ルーティクスある。オッケーオッケーオッケー。いや、しかも右側がなんか残り物で崩れてる。え、ちょっと熱いな。さあ、勝ったか。おい、ラバもなんか多いなんか多い。もうラバとジャイしかいねえ。ラバ、ジャイ、ペッカか。環境が煮詰まりすぎてはいるけど、まあ今みたいな8枚プレイで攻めまくんのがいいか。スケドラインドとかだったらよかったな、さっき今みたいなね。メガン号なんか頭に来て強かったな。リトルプリンスの頭にポイが強かった。さあプリンセス、嫌すぎる。マジ嫌すぎる。最悪だ。いやー、いてー。ロキココウモリディガーか。そんな見るデッキではないが。タイミング、端前プリンしてえけどな。アイスピないんでね、コウモリが。ボーラ、すごいイケイケなデッキが来てはいる。やばい、終わる。ゴブリンしてる。痛すぎる。やめて。スケでタワー折れる。スケブってこんな強いよな、ダガに。まあ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 、お互い攻めまくってますから。こうなるのも仕方がない。いや、マジコストねえけど行っちゃいます。進化テスラがあるから。バーリー。なんかすげえな、ボーラーディガー削り。耐えたい。え？え？世にも奇妙なボーラーデッキ来た。おい、こんにちは。なんかすんごいいいトレーニングするやん。やば、何これ、肉団子しかいねえよ。肉団子ゲームされてんだけど。えぐ、何これ。そういうこと、どういうこと。マジ削れない。
え、肉団子ね、これ一緒くんの、あ、なんかそういう系しかなさそうなんで、ちょっと刺さりそうで悪いが、え、どうにしよう、肉団子デッキですよ、肉団子3つおるやん、マジ化け物みてえな引いたかやばすぎなんだ初めていたな、肉団子ミラーか、ちょっと強そうだったか、いやーリトプリに対してのボーリーが強いな、まあ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 、ここまだ練習ですよ、こっからね、よいしょ、うい、間に合います、でかい、まあガーディアンは行くよね、さすがに行ってバレルまで行って、まあラバっぽいなー、めっちゃで、これが溶けたところで、端前プリンですね。オーケー、もうラバは慣れてきたな。ラバしかいねえかんな。環境強すぎる。ラバハウンド。さあ、まあ、からのみたいなとこあるか。カウンター繋がんないんでね。いやーちょっかいかけて、いやここにコスト咲かせられるのでかいね、まあプリンで回収でもいいが、多分テストラの方がいい気がする、なぜなら進化テストラが回るんでね、でさあ来た、これインチキプリンセス、お、偉すぎるその警戒、おめえどうせ橋前バルーン、橋前プリンしかしてこねえだろうの、いやでも結局コスト使うならね、熱っ8枚ナイトリトピーね、本当にその攻めは正解なんかって思うけど、8枚ナイトリトピーめっちゃしてたんだよな、意味わかんないぐらい、まあこのプリンはボイドで飛ぶんでね、ボイドじゃない、ボイドでも飛ぶし矢でも飛ぶ、さあ進化テスラが最強、いやマジで強いな進化テスラって、何でも止まるもんな、さあでダガーが寝る頃に攻めてあげて、端前プリンもあるよと、いやいいね、こうなるとラバにはちょっと相性そうみたいな、ホーキンス来た、未来見られちまうよ、おい、ほんまにえぐないえぐない、7、8割ラバやん、まあこれ守るしかないです、まあ基本的に柳雨じゃないと祈って、柳雨、柳雨じゃない、ザップじゃないか、さあで削りは端前プリンね、いいね、まあボンバー咲いた後の端前プリンの方が強そうではあるけど、延命できるならしたいが、ババとか来るのもめんどい、置いちゃう、
で、ここでババ咲いてるんで逆サイナイトリートプリだね。進化ボンだけで止まったらだるいが止まんない。ガーディアンまで行く。いや、そこでガーディアンまで行くのが大事。さあインドラが寝るで結構入るみたいで、左は守れない、守れないやテストラねえから。なんでやねん。本場残ってたし、ボンバーが欲しいサイクルではあったか。なんか使わしたいな。いやー、進化ですら熱いな。ここからはまあ姉妹プリンか。守ってもよかったけど、じゃあ攻めてもよかったけど、ボイド飛ぶんかな。マジである。いや、しまった。で、これ進化ないとか吸収できるんで。マジ頑張ってる、助けてほしい。いやー、ここの真ん中ないと噛みすぎたか。うおい、来たー、危ねー。さあ、というわけでこちら世界チャンピオンの使っていた枯渇石器も皆さん触ってみてください。ちゃんと声が面白さ押しそうだね。